時にはなるべくちゃんと左に進みたい、右に進みたい、ちゃんと待ってる。戦うぞって姿勢の場所からスタートする。ポンと息持って上げとけ、ぐっと胸張って、手が前に出てくるダメ。腕が前にあるってことは、相手と隙間を作っちゃうんだよ。相手と一体化するのベッタリくっつく。二人が一人になっていれば、自分の意思で転べば転べるだろ。相手の片足になるわけ、二人で。ね。一人でいるときには、自分の二本の足あるわけだろ。でも二人になったときに、上半身が一体化して、相手の足と自分の足、ね、やっとけば、自分の方に傾けば相手は倒れる。それ考えてやるんだよ。相手の方が崩れて膝が曲がれば相手の方を押し倒せる。自分が転ぶ時どうやる。座る時は片方の膝曲げんじゃねえの。後ろに転ぶ時もそのまま真っすぐは転ばないでしょ。それを相手と張り付いて、ね、二人が一人になると仮定して自分がコントロールする。2人になった1人を自分が膝を曲げたり背伸びをしたりして傾きを作って相手を転ばす。相手と自分ごと転ぶようにする。最後に持ってれば柔道は勝てる競技なんだから、まず2人が1人になってバランスを崩す側の主導権を握る。これが大事だから、ちゃんと頭の中で考えてます。あと柔道後ろ重心にならないのにね、あくまでも前に出てる足の方に6割体重を乗せるんだよ。しっかり手引きじゃなくても頭の後ろに手踏んじゃうぐらい、グイーって肘が、ね、真横に伸びるぐらい意識できないけどね、さっきの先生に出たのに中曲がっちゃってるから、本当に引っ張らないでこう、体がまっすぐなんだよ、だんだん回ってしまう。そうならないためにも自分で、どうしてもこう、だるって上半身がなっちゃうんだれば、頭の後ろに手を置いて、腹筋やるときみたいにね、ぐわっと広げて、息に入ってもらって、みんなしっかり広げて、そうすれば背筋にも筋肉つくから。後ろで引っ張る筋肉が足りないからね、ぐらっと開いたまま肘を上げてポンポンと入ってね、あげたまま、でね、肘の後ろあたりに力が出てくるんだから肘をそこに見上げるようにとくんだよ。無理やりぐらっと自分の下でギャッと広げるんだろ、ぐらっと広げるんだよって言ってんだ。頭で押すんだ、頭は支えて自分がここに視点に入れてる。そうです。結構、ここを引っ張りすぎる。そこに引っ張っていちゃって、背中の真ん中にこうね、しわが入れるように、皮が挟まるように。どれかけるからね、10本いくからね、よし、頭を作っていくんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、止まってろ。線の上に人が乗っちゃダメだよ。こっちの1の足の上に乗ってるやつ。はい、もう1個大切なことね。トントン。
ンパンだからあんまりこんなに出てないじゃん。じゃあお前が倒れなくなってるだけ。なるべく視点はちっちゃくね。コンパクト。コンパスが2本あって1本を軸にして回るのと一緒。視点になるところが2つあったら回らないでしょ。ここが一点になるからこっち回る。ね。一点になるからそのままこっち回る。そういうふうになると相手の逃げ方、傾きに合わせて反応もできるようにしないと、ね。逃げる相手にはそういうのができないと。自分が強くなると相手が逃げんよ。お前たちもしかして一緒してるね。いや、明かりとか光の時はみんな逃げるから。モロさんって強いらしい。中学校から柔道を始めた子たちが噂を聞きつけるわけよ、試合に行って。全く知らないの、中学でやってる子は。道場でやってる子は、あれ、正義決まってんじゃんってなるけど、そしてね、逃げるの。反則しても逃げるから、距離が縮まんないからやりづらい。それをやるために少し力を抜いて、威嚇しないようにして、あ、なんかうちらの攻撃できそうって気持ちをやって近づかせて自分の距離に持ってきて投げるっていう、本当に上手な仕事。餌をまくって先生はちょっとできるだけで言うんだけど、餌をまくって、あきゃーん、いただきゃーん、よーい、よーい、引っ張って後ろで肩甲骨のところに皮が挟まれ、自分の皮を挟んで痛くしないでやってやって、あとは1、2、3、4、5、つまり2の足がこうやってねえじゃん、1の足で、あれを